ぱいですね。俺も今そう思った。いっぱい都会だよね。あんまりうちの近所ビルないですもんね。あってもマンションぐらい。商業的なビルっていうのはないですもんね。そういえばなんかあの美浜の観覧車も取り潰しって言ってましたね。そうだよね。ランドマークがまた一つ消えますね。しょうがないっちゃしょうがないけどね。沖縄もだいぶ風に吹かれてますね。観覧車ね、なくなっちゃう。那覇といえば僕あのライブハウスの名村ホールを思い出すんですよね。昔県横山にも来たな。ご飯横山ってクレイジーケンバンドの人、ハイスタンドハウス、ハイスタンドあれも横山健さん。そうですね、同じ名前なんですけど、ハイスタンドハウスね。ここだよね、松山の人。そうっすかね。まあ、なんか途中で停電して、でなんかアコースティックでステイゴールド歌ってくれたんですけど、たまたま知り合う前のコウスケも来たらしくて、朝食とかやってるわけではないですか。ではないですね、はい。何にされますか。一応こっちがあのドリップのコーヒー、落とすコーヒーと、こちらエスプレッソのコーヒーになるんですけど、こちらミルクとか混ぜて飲んでいただくラテ系のものが多くて、こちらアイスコーヒー、ホットコーヒーのみになりますね。大丈夫です。はい、じゃあ1000と50円ですね。はい、もちろんです。向こうから入る、そうですね、こっち入るのがこっち左行ってもらったら、これホテルのフロントなんですね。そうなんですよ、ホテルのフロントになります。あの人はこの窓から頼む。はい、そうなんですよ。あ、 YouTube なら今日ね、本当ならいつもクロワッサンがあるんですけど、そのクロワッサンが今日だけなくて。
ください。